富山県南都市都賀村坂上11月富山県南都市水梨にて岐阜県側を望む6月撮影富山県道岐阜県道34号都が川合線は富山県南都市と岐阜県日田市を結ぶ県道である南都市都賀地域の中心地にあたる都賀行政センターに付している上村間郵便局前の国道471号交点から 東河合町日つの国道471号交点までを結ぶ。奇襲点で同一の国道と接している。南都市内は白木水梨し県立自然公園に指定された山林の中をほぼ全区間とが川に沿っている。起点から南都市とが村大観場のまでの区間は、福音がおおむね両側に斜線となっているが、大観場から先の区間は京愛未改良区間が続く。 特に、南都市とがむら水梨しの東部で接続している、主導上百セミズム線との交点先の荒井越しから、富山、岐阜県境にある三津峠までの区間は、ダートとなっており、荒井越しが多数存在する。大館上及び三津峠には常設のゲートが、設置されており、落石や路片景子村などによる災害などで、ゲート内の区間は、数年通行止めの状態が続いている。 歩道は、起点から、南都市と賀村、岩淵の集落末端までの間と、道市と賀村坂上の新田橋付近から道市と賀村、安倍島の大西橋にかけての各区間合計1487メートル設置されている。沿道には、東県道を記す各種案内標識や看板が多数設置されている。六角形の県道番号標識は起点を含む、 南都市と賀村地域内の各所及び、岐阜県日田市河合町日谷の日谷峠にそれぞれ建てられている。また、道路管理者である、富山県の表示や県道番号が入ったデリネーターも随所に設置されている。富山県側で東県道と交差する主要道路の交差点手前には東県道を記す案内標識、方面及び方向が設置されている。 岐阜県側では終点にあたる国道471号との交差点には案内標識、方面、方向及び距離が設置されているが設置当初に表示されていた東建道の目標地点であるなんとと距離 60km は長らく伏せられていた。しかし2015年10月現在では再び明示されている。戸川に沿った東建道は古くから 都並平野と戸ガ谷を結ぶ道路であり、当時の村では最重要路線と位置づけていた。起点から大幹場までの区間は、1952年5月20日から1970年までは、下越能鉄道が稲見町と大観上の区間を運行。1971年4月1日からは、トガソンエーバスが同区間を運行。2004年4月1日以降、 なんとしえバスとして継承。ありがとうございます。